優勝戦1号艇長岡選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまずはここまでの船足なんですが、今現状どんな風に感じてますか？いや今現状はバランス取れて日に日に良くなっているので一層、はい、そんな感じです。はい、では優勝戦に向けてですが、現時点で何か考えていることありますか？一応、プロペラでより体感を良くしようと思ってます。乗り心地なんかはどうですか？日に日に良くなってます。そこも、はい、さあ優勝戦1号艇での登場です。コースですがイメージいかがですか？何もなく 1コースから、はい、行きたいと思います。はい、コースでスタート感はどうですか？スローからは行けてると思います。はい、はい、さあでは最後にファンの皆様に意気込みお願いします。一生懸命頑張るのでご引きにお願いします。優勝戦2号艇山村選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずはここまでの船足について教えてください。まず言ってると思います。はい、何か特徴ってありますか？特に感じないですね。全体的にまずはい、はい、さあ優勝戦に向けて今考えている何か整備調整ってありますか？いや特にないですけど、まま、はい、はい、さあ枠は2号艇です。そうみたいですね。はい、はい、枠近辺でからまくっていきたいと思います。今節スタート感はいかがですか？いやダメですね。はい、ちょっと、はい、じゃあ最後にファンの皆様に意気込みを、はい、精一杯走ろうと思います。優勝戦3号艇井上選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあまずはここまでの船足なんですが、手応えは正直あんまりないんですけど、はい、普通ぐらいには動いてくれてます。はい、乗り心地がいいんで、はい、取れてる感じですね。優勝戦に向けて今何か気になるところってありますか？もうペラ調整ちょろっとするぐらいです。さあ3号艇での登場になります。はいはい、コースレースのイメージですが、そうですね、もうピット離れはいいんで、3コースぐらいから行きたいなと思ってます。今節スタート感はいかがですか？大体来始めなんでお気に入ってる感じです。では最後にファンの皆様に意気込みお願いします。はい、一生懸命走りますんで応援よろしくお願いします。優勝戦4号艇金子選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまずここまでの船足ですが、どんな風に感じてますか？船足はもういいですね。はい、はい、特にここいいよっていう船足あります？ダウン回りが良かったんですけどね。はい、良かったけど、いやけどスタートにつきますね。はい、優勝戦に向けて今何か考えていることってありますか？調整、枠番が枠番なんでちょっと伸び寄りにしようかなとは思ってるんですけど、ちょっと途中でやった時にあんまり思ったほど伸びなかったんでね、この感じで行こうかなちょっと迷ってるところですね。はい、ダッシュ助走距離をたっぷり取ってという感じですか？前付けも考えつつ、はい、ピット回りもよかったら取りつつ、はい、1号艇が長岡君なんでね、枠なりとは思いますけども、はいはい、その辺はまた、スタート展示ね。はい、分かりました。あとはスタート感、スタート感ここに来てやっぱりあれですね、ちょっと控えてる自分が悔しいというか、息切れてない自分が悔しいんですけどね。はい、しゃあないなと思いながら走ってます。はい、では最後にファンの皆様に意気込みお願いします。はい、あと一走一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。優勝戦5号艇坂本選手です。よろしくお願いします。お願いします。改めてここまでの船足について教えてください。そうですね、エンジンは本当にしっかりしてて、2日目3日目とか一番良かったかなって感じはするんですけどね。でも足は、はい、いいと思います。良かった時どこが良かったですか？たん回りですね。特に出口とかすごくかかりがしっかりしてて、行きたいところに行ける感じでした。では優勝戦に向けてはそこを目指して。そうですね、ちょっと元に戻るかどうか分からないですけど、そこを目指して、はい、やっていきます。さあ枠は5号艇になりました。コースレースのイメージいかがでしょう？5コース好きなんで、しっかりこう仕上がってくれれば、展開つけるような感じにはなると思うんですけど、はい、今節スタート感はいかがですか？ちょっとダッシュが見えてないんですよね。どうしてもちょっと早く見えちゃって放っちゃってみたいな感じが多いんで、ちょっと明日はしっかり掴んでいきたいなっていうところですけどね。はい、では最後にファンの皆様に意気込みお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。優勝戦6号艇片岡選手です。よろしくお願いします。お願いします。5日目はキャリボデの交換もありましたけれども、はい、準優勝戦走っての船足手応えはいかがですか？それなりっていう感じですかね。なんとかそれなり、はい、何かこう特徴みたいなものってありますか？いや
ないです。では優勝戦に向けてですが、まだ整備は続きますか？はい、整備もするかもしれないですし、プロペラも大きく叩くとは思います。はい、どこの足が一番気になる、欲しいところ？まあ、全部ですけど、ターン周りの重みとかも取りたいですけど。はい、じゃあ優勝戦までまだまだ作業が続きそうですかね？そうですね。はい、さあ枠は6号艇になりました。はい、コースレースのイメージいかがでしょう？まあ、6コースですかね。はい、今節のスタート感はどうですか？届かなかったりしてます。はい、しっかり特訓、はい、しっかり行きたいと思います。はい、では最後にファンの皆様に意気込みをお願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援お願いします。